スタンリー・ジー・ワインバウム作奥マスを役マンダプーツシリーズ第一回もしも世界スタテン島空港へ行く途中で停止して電話したのが間違いなく失敗だった別な機会にできたのにだが空港は愛想良かった 係員が言った。出発を5分待ちましょう。これが私どものできる精一杯です。そこでタクシーに大急ぎで戻って、3足でぶっ飛ばし、彗星のようにスタテン橋に突っ込み、鋼鉄の虹橋に踏み込んだ。モスクワで開催されるウラルトンネル入札式に、 夜の8時までに間違いなく出席しなければならなかった。政府は入札代理人の出席を求めたが、俺を出張させるなんて、会社はもっとよく考えなくちゃ。俺はディクソン・ウェルズ。会社は NJ ・ウェルズ・コーポレーション。つまり父のだが。 俺には何事にも遅刻するという悪い評判があった。いつも何かしら怒って、時間到着を妨害する。決して俺の落ち度ではない。今回は恩師ハスカル・バン・マンダプーツ物理学の老教授に会える機会だった。先生に会えたら、単に、やあ、さようなら。 じゃすまないだろう2014年の学生時代は先生の長寿だったのだから案の定,定定期旅客機に乗り遅れたスタテン橋の途中で発射号音が聞こえソ連のバイカルロケットがゴーっと上空を長い炎を引きながら栄光弾のように飛んでいった 会社はとにかく契約した。ベイルートの社員を引っ張ってモスクワへ飛ばせたが、俺の評判はガタ落ち。しかしながら、勇敢を見たら、すごくいい取引をした気がした。バイカル機が嵐を避けるために、東境界線の北端を飛んでいるとき、イギリスの貨物機と翼が接触し、 乗客500人のうち100人を除く人命が失われたという。俺はもう少しで残酷な意味、コ・ウェルズ氏になるところだった。次の週、マンダプーツ老教授と約束できた。教授は新物理学、つまり相対性物理学部長として、ニューヨーク大学に移籍したようだ。 教授にはその資格がある。老教授は、いるとしたら過去に一人、そして今なお天才だ。俺は大学を出て八年経つが、技術教育課程で、微分析とか蒸気ガスとか機械などの六つの関門より、教授の授業の方がずっと記憶にあった。というわけで、火曜日の夜、 一時間ばかり遅れたが、実を言うと、夜まで約束を忘れていたからだ。教授は昔同様の散らかった部屋で本を読んでいた。ふーん、時はすべてを変えるが、癖は別だな。リック、君はいい学生だったが、思い起こせば、いつも講義の半ばごろ来ていたな。 直前まで東東で受講していました。とても間に合いそうにありませんでした。そうだな。君も時間を守る努力をする時だ。教授は小言を言ってから目を輝かせて、時間と叫んだ。時間という言葉は言語の中で最高に魅力的だ。 会話の冒頭で五回も使ったが、さらに六回、七回と使う。お互い時間は理解できるが、科学は時間の意味を研究し始めたところだ。科学かわしが学び始めたということじゃ。俺は座った。教授と科学は同義語ですよ。 教授は世界のすぐれた物理学者たちの一人じゃないですか。たちの一人だとえじゃあほかは誰だえー、コベイル・ヘースティング・シュリムスキー。バーカマンダプーツ様の名前を言ってその下の根も乾かぬうちにやつらをあげるとは。 やつらはわしのうまい考えのおこぼれを食うジャッカルだ。いま全盛期へ戻って、アインシュタインとかドジッターといえば、名声はおそらくマンダプーツ様に並ぶか、ちょっとしただ。俺はおかしくなってまた笑った。アインシュタインならいいとお考えでつまり、 初めて時間と空間を研究に結びつけた。彼以前は哲学命題に過ぎなかった。教授が苛らだった。違う。一応原始的だが方向を示した。しかしこのマンダプーツ様こそが初めて時間を掴み研究室へ引きずり込み実験を行った。 本当ですかどんな実験ですか簡単な測定以外どんな実験もできるぞどうもわかりません実験で旅行するとかその通り流行雑誌に載っているタイムマシンのようなものですか未来とか過去へ行くとかバカ 大馬か。未来とか過去だとううその過ちを正すにマンダプーツ様はいらない。アインシュタインが解くとやった。どうやって分かりますかわかるかってディクさん君はマンダプーツ様のところで研究したろ 教授は感情が高ぶり真っ赤になった後、厳粛になった。聞きたまえ。時間は K の速度で変わることを知ってるだろうアインシュタインの相対性だ。ええ。よろしい。例えばだ。大技術者ディクソンが。 光の十分の九の合速で移動可能な機械を発明したとしよう。ついてこれるかよし。この魔球船に燃料を積んで80万キロメートルを走るとすれば、アインシュタイン公式では速度が増すにつれ、完成が増大して、世界全部の燃料が必要となる。 でもこれを解決する。原子エネルギーを使う。この時高速の十分の九だから宇宙船重量は太陽ぐらいになって完全に駆動力を得るためには北アメリカが崩壊してしまう。この速度毎秒二十七万キロメートルで三十三万キロメートル走る。 すると、加速のため君は死んでしまうが、未来へは貫通する。教授は一息入れて、にやりと笑った。わかったかはい。じゃあ、どんだけだ俺は躊躇した。アインシュタイン公式を使え。どんだけか教えてやる。 一秒だ。ははは、これが未来へ旅行する可能な方法だ。過去へはまず高速を突破しなければならんが、すなわち、無限馬力以上が必要だ。過程として大技術者ディクソンが、このささやかな問題も解決したとしよう。ただし、宇宙全体のエネルギーは無限じゃないぞ。 次に、この無限馬力を使って、毎秒33万キロメートルの速度で10秒間旅行する。この時過去を貫通する。どんだけだ俺はまたしても躊躇した。教授が俺を睨んだ。教えてやろう。一秒だ。 君の仕事はそんな機械を設計することだ。そうすれば限定病だが、このマンダ・ブーツ様が未来へ旅行できることを認めよう。過去については今説明したように、宇宙全部のエネルギーでも足らない。で、でも今言ったように教授は、 わしは未来へも過去へも旅行するとは何も言っとらん。まさに説明したように不可能だ。片方は実用上、もう一方は絶対的に無理だ。なら、どうやって時間で旅行しますマンダプーツ様でも不可能なことはできない。今度は少し楽しそうに言った。 教授はテーブルにあった分厚いタイプライター紙を叩いた。見たまえディック。これが宇宙世界だ。時間は長手方向だ。空間は広いけれども、四次元は非常に薄い。マンダプーツ様は常に最短、最も論理的な道を選ぶ。 わしは時間に沿って過去へも未来へも旅しない。違う。わしは時間を横切って、斜めに旅する。俺は息をのんだ。斜めに時間とは、一体何があるんですか教授の鼻息が荒くなった。もともとあるものは何だ 前が未来、後ろが過去。これらは現実の過去と未来の世界だ。過去にも未来にもなく、同時期ではあるが、一時的に存在し、今の時間に平行に存在するものとは、どんな世界だ俺はかぶりを振った。まぬけ。当然。 制御世界。もしも世界だ。前方はあるべき世界。後方はあった世界。横があったかもしれない世界。つまり、もしも世界だ。俺はわからなくなった。えあれこれ思ったらそれが見えるってことですか 違う。わしの機械は過去を暴かないし、未来も予測しない。言ったように条件付き世界だ。こう言ってほしい。もしあれこれやったら、それやこれやが起こる。仮定法の世界だ。では、一体どうやってそうしますマンダプーツ様なら簡単だ。 変更を使う。水平面でも垂直面でもなく、四次元方向。簡単なことだ。アイスランド鉱石に強大な圧力をかける。それだけだ。四次元方向は非常に薄い世界だから、一波長のわずか百万分の一ミリで十分だ。 過去とか未来に旅するより著しい進歩だ。過去とか未来は不可能な速度と馬鹿げた距離が必要だからな。でも、もしも世界は現実なんですか現実現実とは何ぞや。ルートマイナス2が虚数であるのに対して、 2が実数という意味においては多分現実だろうもしもこうだったらという世界だわかるか俺はうなずいたなんとなく例えばイギリスが植民地解放戦争に勝っていたらニューヨークがどうなっているかが見えるとか原理的にはそれで十分だが 君にはわからんだろう。あのな、機械の一部がホース店心理版だ。ついでながらこれはわしの考えを盗んだものだ。使用者も装置の一部となるんじゃ。情景を見るためには、使う人の精神が必要だ。例えば、ジョージ・ワシントンが講和条約に調印したけれども、 この機械を使えば、君でもその映像が見られるかもしれん。他人は見えない。わしがこれを発明しなければ、もしもは見られない。でも発明したぞ。わかるかええ。使用者の過去の経験が背景に宿る必要があるってことでしょ 君、冴えてきたな。そうだ。この装置はもしもの10時間を当然凝縮して30分に動画化する。こりゃ面白そうだ。見たいか何か見たいことがあるか変えたいものがあるかそうですね。何千と。 もし株を2010年に売らないで2009年に売っていたらどうなったか知りたいですね。親譲りの億万長者になったかもしれない。まあちょっと現金化するのが遅れましたが。マンダプーツ教授がのたもうた。相変わらずだなあ。それじゃあ研究室へ行こうか。 教授の部屋は大学からわずかワンブロックだった。俺を物理ビルに案内して研究室へ入った。かつて受講中訪れた研究室そっくりだ。家庭の世界で動くから教授は仮想機と呼んでいたがその機械が中央テーブルを占領していた。 大部分は単なるホース点心理板だがピカピカ光る結晶性ガラス質のアイスランド鉱石プリズムがあってこれが変光物質で装置の心臓部だマンダプーツ教授が部品を指さしたそれを頭につけろ俺は着席して心理板の画面をじっと見つめた ホース店心理版はみんな知っていると思う。数年前に熱中したものだが、あたかも一世紀前のウイジャ版のよう。でも単なるおもちゃじゃない。時にはウイジャ版より本当に記憶を助けてくれる。薄い色付きの影が画面にふらふらと迷い込み、じっと見つめる。その間、 場面や状況を視覚化しようと記憶をたぐる。ノブを回して光と影の配列を変えると、不意に自分の心臓に画面が一致する。意外や意外、目の中で場面が再合成される。当然、被験者の心情が細部を作る。画面全体が実際に表示しているのは、 光と影の色付き背景だが、驚くほどリアルだ。俺は場面を見たことがあり、誓って言うが、心理版が映し出す画像はほとんど本物そっくり。詳細でキレがいい。時に映像には驚くほどだ。マンダプーツ教授が光原スイッチを入れると、 影が動き始めた。さあ、市場暴落から、そうだな、半年後の状況を思い出してくれ。画像が鮮明になるまでノブを回して止めろ。その時点で、わしが仮想機の光を画面に出す。君は見てるだけでよい。俺は指示されたようにやった。 瞬間的に画像が出ては消えた。装置のくぐもった音が遠吠えのように聞こえ、絵も出ず何も意味をなさない。と、俺の顔がパッと浮かんだり消えたりして、やっと出た。画像の中に俺自身が薄暗い部屋に座っていた。それだけしか見えない。 俺はノブを話し、合図した。カチッという音がして、明かりが点滅した。画像が鮮明になり、別な顔が現れたのにはびっくり。女だ。わかった。ウィムジー・ホワイトだ。かつてのテレビスター。2009年テレビバラエティの主演女優だ。 画面では顔が変わっていたが、ウィムジーだ。そうだ、追っかけた。結婚しようと、2007年から2010年のブーム中追っかけた。一方、ローフの NJ は怒鳴り、説教し、ゴビ砂漠復興協会へ飛ばすと脅した。こんな脅しで、 ビィムジーは俺を受け入れなかったんだと思うが俺の投資が2008年と2009年の冒頭市場で200から300万ドルに跳ね上がってからは軟化した一時的さつまり2010年春に大暴落が来て父にも NJ ウェルズ社にも影響が及ぶと会社の人気が市場で12ポイント落ちた 2月に婚約したが、4月には口も聞かなくなった。5月には見放された。またしても俺は遅かった。そして今、心理版の画面にウィムジーがいる。明らかに太って、以前ほど可愛くない。憎むような表情で俺をじっと見ている。 俺も睨み返した。気障りな声がした。ウィムジーがいきなりの罵倒だ。この薄野郎、私はここへ閉じ込められないよ。ニューヨークへ戻りたい。ささやかな生活があるのよ。あなたとゴルフにはうんざりだ。それなら、 俺もお前にはうんざりだ。お前のバカな連中もだ。少なくとも彼らは生きている。あなたは生ける屍よ。お金のギャンブルで運が良かっただけじゃない。この食わせ者。何をクレオパトラぶって。お前の連中はパーティーと金を目当てに追っかけるんじゃ。俺の金だ。 三腹で白くるみを叩くよりマシよ。ほんとかやってみろよ、マリー。彼女の本名。痩せるかもよ。できるか怪しいもんだ。ウィムジーは激怒して睨みつけた。まあ、辛い三十分だった。詳しく言いたくもない。 画面が無意味な雲色に変わった時は嬉しかった。ふぅ。俺はマンダプーツ教授を見た。教授は本を読んでいた。よかったかねよかったです。そうですね。スカンピンになって運がよかった。今なら後悔しない。 教授がもったいぶって言った。これこそマンダプーツ様の大貢献だ。人間の幸福に対してな。言葉や文筆の中で数ある悲しい単語の咲いたるものがこうなったかもだ。これはもはや誤りだ。なあディック君。 マンダプーツ様が示した正当な読みはこうだ。最悪こうなったかも、だよ。だいぶ遅くなって帰宅した結果、気象も遅くなり、同様に出社も遅刻。親父はとてもイラついて、大げさにこう言った。お前はいつも時間に来た試たしがない。 親父は忘れている。俺が父を起こしたり引っ張り出したことがあることを。そればかりかバイカル機に乗り遅れたことを皮肉る必要はない。親父に旅客機の遭難を思い出させてしまった。親父の態度は非常に冷酷だった。もし俺が乗ってロケットが遅れていたら。 英国貨物機とは衝突しないで済んだだろうと余計なお世話だ親父と俺が山に23週間ゴルフに出かけようとするとき春が遅れているぞというようなもんだ俺には何の関係もないディクソンお前には何にも時間という概念がない何にも マンダプーツ教授との会話を思い出した。尋ねたくなった。父上はありますかあるぞ、確かにある。時は金なりだ。諸君、この見解には反論できない。だが、親父の非難にはぐさりと来た。 特にバイカル機に関しては俺は遅刻したけれど俺がロケットに乗ったからといって惨事が避けられたとは到底想像しがたいイライラしてきたある意味では死亡した何百人という乗客や乗組員に対し責任があるかもしれないでもそんなことは考えたくなかった それにしても、あと五分俺を待ってくれたら、俺が時間に間に合い、五分遅れず予定通り出発したら、もし、もしという言葉でマンダプーツ教授と仮想機を思い出した。もしも世界は奇妙な架空世界だが、現実に存在しないばかりか、過去にも未来にも存在せず、 同時期の即興的なものだ。幽霊のような無限のどこかに、俺がもしも旅客機に乗った世界があるのだろう。マンダプーツ教授に電話してアポを取るしかない。そうすればわかる。まだ簡単に結論は出なかった。仮に、本当に仮にだが、俺に責任があるとしたら、 もちろん法的には責任はないし、犯罪的過失とか、モラルに無関係なその種の過失についても論外だ。なぜなら予想しようがないからだ。俺がいようがいまいが、生きるか死ぬかにどれだけ影響を持つか、ましてはどっちの方向に傾くかなどは、ただ責任がある。 それだけだ。まだ謎解きをためらっていた。同時に解明されないことも嫌だ。不確かというのも苦痛だ。自責の念ぐらい苦しい。自分に責任があるとわかればイライラしないだろうに。いぶかったり、いたずらに疑って、 無駄な叱責に思考を費やすことはない。そこでテレビ電話を掴んで大学の番号をかけた。ついに、奔放でユーモアがあり、知的なマンダプーツ教授が、朝の講義途中で電話口に出た。俺は次の晩、約束時間にひたすら急いだ。実際、 帝国に着くはずだったが無体なおまわりが速度違反で連行すると聞かないとにかくマンダプーツ教授には強烈な印象となった教授が怒鳴った「なんだ愛い損なうとこだったディクソン今クラブへ行くところだ1時間も待てないからなほんの10分遅れだが」 俺は構わず言った。教授、あの、仮想機を使いたいのですが。えああ、そうか。君はついとるぞ。ちょうど分解するところだ。分解なぜ目的を果たしたからだ。もっと重要なアイデアが生まれた。 スペースが必要になった。どんなアイデアですか差し支えなければ聞かせてください。かまわん。待ち望んでるものなら知ってるかもしれんが、立案者のわしからよう。つまり、マンダ・プーツ様の自伝にほかならぬ。教授は勘に耐えかねて一息入れた。 俺はポカン。教授の自伝そうだ。多分気づいてないが、世界が熱望している。わしの生涯研究の詳細だ。わしが2004年の太平洋三年戦争に関わる重要人物だと明かすつもりだ。教授が他に誰もいない。 わしが当時、王立オランダ国民でも中立でもなかったら、アジア軍は三年持たずに三ヶ月で崩れただろう。そのように仮想機が告げておる。わしが交戦予測計算機を発明した。マンダプーツ様は、戦争の当たり外れの要因を排除した。 教授がもったいぶって眉をひそめた。これがわしのお考えだ。マンダプーツ様の自伝だ。どう思う俺は正気に戻り、熱を込めていった。す、素晴らしいですね。本買いますよ。何冊も。友達に送ります。 マンダプーツ教授が屈託くなく言った。君の買った本にサインしてやろう。値が上がるぞ。ぴったりな文句を書いてやろう。多分、偉大にして誇らずのような。マンダプーツ様をよく表しておる。偉大にもかかわらず、地味で、謙虚で、気取らない。 そうだろう完璧です。とても適切な表現です。では、仮想機を見せてもらえませんかその後で分解して、偉大なお仕事を。ああ、何か見たいのかはい、教授。一、二週間前のバイカル機墜落を覚えていますかあれでモスクワへ行く予定でした。 ちょほう乗ったらどうなったかを知りたいんだな。わしが可能性をいくつか用。もしも世界は三つある。一つは君が時間に間に合った場合。二つ目は君が実際に着くまで旅客機が待った場合。 三つ目は実際に待っていた五分以内に君がついて登場した場合だ。どれに興味があるお最後の場合です。一番ありそうだった。結局、一番目の場合、ディクソン・ウェルズが時間に合うなど期待できない。二番目の可能性は実際に俺を待ってくれなかったし。 俺に責任がなくなるからだ。行こう。マンダプーツ教授が地声で言った。俺は物理ビルへついて行き、教授の乱雑な研究室へ入った。装置はまだテーブルにあった。俺はホース店心理板の前に座って画面を見つめた。雲が揺れ。 記憶を強く念じるにつれ、影が移ろい、あの消えた朝の場面が出てきた。その時見えた。スタテン橋からの展望が。空港へ向かって巨大な橋を走っている。マンダプーツ教授に合図を送った。カチッと音がして、仮想機が作動した。 ラチの広場が現れた。心理版とは奇妙なものだ。イメージを目で画面に映すんだから。おもちゃみたいな作りにしては、変な現実味がある。一種の自己催眠のせいだと思う。俺は広場に駆け、キラキラ光る銀翼の発射機へ走った。 バイカル機だ。渋顔の乗組員が上で手招きしている。タラップ板を駆け上がり、機内に入った。扉が閉じ、俺は安堵してふーっと調速した。座りなさい。こう乗組員が叫び、空き座席を刺した。倒れ込んだ。 機体がカタパルトの水力で震え、激しくきしり、体ごと空中へ飛び出した。瞬時に噴射音が轟き、鈍い鼓動音になった。スタテン島が下へ落ち、後方へ消えた。巨大ロケットが上昇している。ふう、再度息を吐いて叫んだ。 やった。右側から笑い視線を感じた。俺の席は通路側席で、左側に誰もいなかったので、視線へ目を向けると、一瞬じろっと凝視している。女だった。多分実際は見た目ほど可愛くないだろう。つまり半透明の心理版。 画面を通して見て見いる。自分に言い聞かせた実物がかわいいなんてありえない想像で細部を埋めているのだから分からんただ思い出すのは見つめていたのが奇妙に愛らしい銀目滑らかな茶髪微笑んだ口元生意気な鼻だった 女が赤面するまで眺めていた。俺は言い訳をした。すみません、驚かせて。太陽横断ロケット上では、親しげな雰囲気があった。乗客は満員で、7から12時間の親密さを強いられた。部屋も多くなかった。 一般にこういう場合、隣人と知り合いになるものだ。紹介は全くいらない。習わしとして、誰か選んで話をするだけだ。全盛期、列車で終日旅行をするようなものだと思う。旅行期間中に友達ができ、十中八九、その後は二度と。 旅仲間のことを耳にすることはないだろう。女が微笑んだ。出発が遅れたのはあなたのせい俺は認めた。遅刻常習者のようです。時計をはめた途端に時計の方が遅れるんですよ。女が笑った。ふふふ、あなたに責任はなさそうね。 もちろんそんなことはない。驚くべきことに、多くのクラブやキャリーや歌手たちの見入りが、俺のせいで何回も相当割り送った。だが、どういうわけか、この銀目の女には、こんなことを言いたくなかった。語り合った。女の名前は、ジョアナ・コードウェル。 パリへ行くところだった。将来の希望は芸術家だ。もちろんパリ以外に、修行や霊感が得られる場所は世界中どこにもない。そこに一年ばかり腰を据える。控えめで、ユーモアがあり、眼差しは微笑んでいるけど、仕事が最重要のようであった。 俺が得た情報では、パリで何年か懸命に働いて、生活費を稼ぎ、女性雑誌のファッションイラストレーターを三年間務めるとか、まだ二十一歳を数ヶ月も越してないのに、絵には大きな意味があるだろう、ポロシャツにも感じた。だからほら、初めから共感した。 女も俺が好きなようだった。でも明らかに、ディクソン・ウェルズと NJ ・ウェルズ社の関係は全く知らない。俺はといえば、そうだな、女のクールな銀目を一目見てから、どこも目に入らない。女を見ていると、数時間が数分に縮まる。 どうなるかはお察しの通り不意に女をジョアナ俺をディックと呼ぶようになったあたかも二人の生涯がそうなるかのようだったモスクワからの木とパリに寄ろうと決め会う約束をしたジョアナはそこいらの女とは違っていた 計算高いウィムジー・ホワイトとは全く違う。社交場あたりでたむろする、踊り好きでにやけた軽薄なやからでもない。まさにジョアナに他ならず、クールでユーモアがありながら、情があり、真面目でマジョリカ人形のように可愛かった。上院が昼食の注文を聞きに来たときも気づかないほど。 四時間過ぎたのか。四十分のようだ。そして二人ともエビサラダが好きで、牡蠣が嫌いなことがわかって親しみを感じた。もう一つの共通点だ。俺が気まぐれにこれは前兆だと言ったら、否定しないばかりかそうだという。しばらくして、我々は狭い通路を通って、 前方のガラス張り観覧室へ行った。混み合ってやっと入れたが、ちっとも気にならず、ぴったり座らざるを得なかった。二人とも息苦しくなるまで長いこと座っていた。ちょうど座席に戻ったとき、惨劇が起きた。警告なく突然よろめいた。 その結果、俺が思うに、パイロットは最後の数分間、必死に避けようとした。直後、接触して壊れ、激しく回転し、その後一斉に上がった叫び声は、戦場のようだった。まさしく戦場だった。五百人もの乗客が床から持ち上がり、 踏みつぶされ、ぶつかり、大ロケット機とともになすすべもなく落下。左翼が壊れ、大西洋にくるくる落ちていった。乗員の叫びが聞こえた。拡声機が繰り返した。落ち着いてください。衝突しました。海洋船に連絡済みです。 危険はありません。危険はありません。俺は壊れた座席の残骸から立ち上がった。ジョアナがいない。座席に挟まれたジョアナを発見したまさにその時、機体が海に突っ込み、衝撃で何もかもめちゃくちゃになった。覚醒器がまた叫んだ。 座席下のコルクベルトをつけてください。安全ベルトは座席の下です。ベルトを引っ張って緩め、ジョアナにつけ、自分もつけた。乗客が前方へ殺到し、機体のビブが沈み始めた。真っ暗な中、バシャバシャと背後から水が押し寄せてきて、明かりが消えた。 上院が駆け込み、前方で気絶した夫人に前鏡でベルトをつけ、大丈夫ですかと叫び、返事も聞かずに通り過ぎた。拡声器は電源回路は切れていたに違いない。突然、命令帳になった。緊急脱出せよ。前方の窓から飛び降り、できるだけ離れろ。 船が待機している。拾ってくれる。飛べ。再び壊れてしまった。俺はジョアナを瓦礫からたぐり寄せた。顔が青ざめ、銀目をつむっていた。ゆっくりと引っ張り、前方の窓へやっと動かした。床の傾きがきつくなり、 ついにスキージャンプ台のようになった。乗員が再び通り過ぎ、一人でできるかと聞いてまた走り去った。たどり着こうとしていた。窓の乗客が小さく見えるけど、単にぎっしり詰まっているからか。その時突然、恐怖と絶望の叫び声が湧き起こり、 水がどっと流れ込んだ。展望室の壁が壊れた。緑の大波が見え、大洪水がさかまいて押し寄せてきた。俺はまたしても遅かった。これが全てだった。俺はショックでこわばった目を仮想機から離し、マンダプーツ教授を見た。 教授はテーブルの端で走り書きをしていた。どうだった俺は身震いして、うめき、つぶやいた。怖かった。我々は生存者の中にいなかったように思います。我々え、我々教授の目が輝いた。 教教授には教えなかったお礼を言って、お休みを告げて、気落ちして帰宅した。親父すら俺がおかしいことに気づいた。わずか5分遅れで出社した日、親父が呼び入れて体のことを聞いた。もちろん言えるはずはない。どの面下げて。 またもや手遅れになって、ジョアナが死んでから二週間後に恋に落ちたと言えようか。考えるあまり狂いそうになった。ジョアナ、銀目のジョアナは、大西洋の海底に沈んでいる。半ばぼーっとして、ほとんど喋らず動き回った。 ある夜ついに帰宅する力もなくなって社長室の大きな張りぐるみ椅子に座ってタバコをふかしているうちとうとう眠り込んでしまった翌朝老夫 NJ が入ってきて俺を見つけた時蒼白になりあぜんとしてうめき猛者だと叫んだ 俺は早朝出勤じゃなく帰宅するのが遅すぎたと弁明に大笑わ。とうとう耐えられそうにない。何か、とにかく何かやらなくちゃ。ついに仮想機を思いついた。見える、そうだ、見える。もし機体が壊れなかったら起こったかもしれないことが。 もしも世界のどこかで奇妙な架空のロマンスが追跡できる。多分この上ない喜びの代償が得られる。仮想機があればだが、ジョアナにもう一度会える。夕方近く、マンダプーツ教授の部屋に駆け込んだ。不在だった。結局、 物理ビルの玄関で見つけた。ディック君、病気かね病気？うい,いえ、体じゃないです。教授、また仮装機を使う羽目になりました。使う羽目に。え、あのおもちゃか。遅すぎたな、ディック君。分解したよ。 空間を有効利用するんじゃ。俺は惨めにうめいた。マンダプーツ大教授の自伝を呪う誘惑に駆られた。教授は目に同情を浮かべて俺の腕を取って研究室脇の小部屋に連れて行って促した。言いたまえ。言った。 俺には十分すぎるほど悲劇だった。教授の濃い眉が道場のしかめっ面になった。マンダプーツ様でも死んだものは生き返らせない。すまんなあ、ディック。事故は忘れろ。たとえ仮想機があっても、わしは使わせない。ナイフを傷にねじ込むようなもんじゃ。 しばらく間を置いた。夢中になるものを見つけろ。マンダプーツ様を見習え。仕事で忘れることじゃ。俺は力なく答えた。はい。でも、俺の自伝なんか、誰が読みたいですかお構いなく。自伝お思い出した。 いや中止したんじゃ。マンダプーツ様の生涯と研究は歴史が記録する。今、わしはもっと壮大な計画にはまっとる。俺は全く憂鬱で興味がなかった。本当そうだ。彫刻家のゴグリがここにいた。ゴグリがわしの胸像を作る。 わしが世界に残せる素晴らしい遺産といえば、生身のマンダプーツ様から拓本した胸像以上のものはない。町に寄付しよう。多分大学にも、王立協会にも提供しよう。もし受け入れてくれればだが、もし彼らが、もし、もし、 最後は大声だ。はマンダプーツ教授が叫んだ。君が仮想機で見たものは旅客機に間に合った場合の出来事だぞ。わかってます。でも実際は全く違ったことが起こったかもしれん。わからんのか。あれ、あれだ。 古い新聞はどこだ教授は山積みの新聞紙をめくった。とうとう一紙見広げていった。ここだ。ここに生存者が。恋人の手紙のように、ジョアナ・コードウェルの名前が目に飛び込んできた。さらに性文があった。 俺のぐらぐらする脳でも読めた。少なくとも大勢が助かったのは、二十八歳の航空士、オリス・ホープの勇敢な行為による。彼はパニックのさなか、通路を巡回し、負傷者や弱者に安全ベルトをつけてやり、多くを港へ運んだ。最後まで沈みゆく旅客機に残り、 ついに観覧室の崩壊壁から海面に出た。この若い上院に救出された人は次の通り。パトリック・オエンズビー、ニューヨーク市。キャンベル・ウォレン夫人、ボストン。ジョアナ・コードウェル城、ニューヨーク市。俺の歓喜の叫びは、 数ブロック離れた本部ビルまで聞こえたと思う。構うもんか。マンダプーツ教授のほうひげがごわごわでなければキスしただろう。多分構わずキスしている。混沌の数分。教授の小さな部屋で何をしたか思い出せない。やっと落ち着き満足した。 ジョアナを確認しました。他の生存者と上陸したに違いありません。全員英国の不定期貨物船オズグッドに乗船です。先週ここに停泊しました。今ニューヨークかもしれません。もしパリに行ってたら見つけて一緒になろう。さてと妙な結末。 ジョアナはニューヨークにいたが、強いて言えば、ディクソンが教授の仮想機でジョアナを知ってるのに対し、ジョアナはディクソンを一切知らない。もしも、もしなら結末はどうなっただろう。でもそうならなかった。ジョアナは、オリス・ホープと結婚した。 ジョアナを救助した若い乗員だ。俺はまたしても遅かった。